文化服装学院の富永城です。ファッションの学生有志団体マスターイノベーションの代表を務めております。今回のプロジェクトではユーズドストックされたデニムを山沢プレスさんからご提供いただき、卒業制作を行いました。最初に山沢プレスさんのストックを見た時にはかなり圧倒されましたが、その中から自分たちの手でデニムを選別させてもらいました。作品展示に向けては自分たちの世界観が表現できるよう伊勢丹さんと何度もミーティングを重ねてきました。服の制作では商品でもなく作品でもない、その中間のクオリティと自由さのある服を掲げました。メンバー一人一人がそのコンセプトを共有し、自分たちが考える最大限の表現をしたつもりです。今回のデニムプロジェクトに参加したことでまた一つステップアップしたことを実感しました。これから自分たちがファッションを引っ張っていくことを自覚し、未来につなげていきたいです。